部は、ソビート連邦及び、ロシアの俳優。第二次世界大戦後のソ連演劇会、映画会を担った代表的俳優。ソ連共産党中央委員会のメンバーであり、ソ連演劇労働組合の議長を、キリール・ラブロフと共同で務めた。1927年に、現在のロシアオムスク州にある、ベルガマク村に生まれる。父アレクサンドル・アンドレイヴィチ・ウリアーノフは、 集団農場の委員長で、後にタラの市長になった人物である。父親がソ連共産党内で地位のある人物だったため、ウリアーノフは幼い頃から恵まれた環境に育ち、本人も共産党員となる。1946年、モスクワのバフタンゴフ劇場市中近演劇学校に入学し、演技を学ぶ。1950年に卒業すると、 バフタンゴフ劇場に参加し、1987年からは演出も務めるなど、2007年に亡くなるまで同劇場のメンバーだった。また、1956年から映画にも出演し、50本以上の作品に出演した。1969年にはソ連人民芸術家の称号を得ている。また、1982年には、 ベネツィア国際映画祭特別賞を受賞している。1969年7月、カラマーゾフの兄弟のキャンペーンのため来日している。2007年にガンによる合併症により死去。ありがとうございます。